じゃあどうだったか、千円札をじゃあ貸してもらっていいですかね。あ、今お借りしてこれ行きましょうかね。はい、千円札ですね。はい、じゃあこれですね、じゃあボールペンでサインしてもらっていいですかね。はい、ありがとうございます、ね、で、サインをしてる間に実はここにですね、まあ今からね、マジックがうまくいけば、ね、お土産を最初からここの方にね、ちょっと置いておきますから、はい、まずじっと見ててください、はい、そしてですね、じゃあサインをね、ここですね、はい、さあここで、ちょっと全部閉まりました、はい、さあここよく見てて、今サインした線ありますね、この線を半分に折ります。そして下から上に折って右から左に折ります。そしてあと一瞬ですよ、この線を。そうすると、あ、なんと1000円がね、見事にコーヒー券に変わりましたね。そのいただけたお手伝いどうもありがとうございました、ね、なんかすごい残念そうな顔ですけど、1000円のコーヒー券、次回会った時にそれ使ってもらえばダメですよね。だから先に言いましたが、ここに袋は最初から置いてるって言いましたね。で、クリップで止めてます、はい、で、一応クリップ外しますね。中に何入ってると思います？今日のお土産があるんです。さらにクリップで留めた袋が入ってます。念入りに大切なものなので、よし、ね、ここで多分コーヒー券の意味が分かったと思います。すみません、じゃあコーヒー券をお借りします。150円の缶コーヒーではなくて、一応この密閉状態で分かりますかね。音聞いても分かります。これ中にコーヒー豆が入ってます。コーヒー豆だから、コーヒー豆は結構800円ぐらいですよね、まあ、ちょうどいいぐらいなんですけど、さあ手を何もない状態でサインして覚えてますよね。そして袋の中に入ってたコーヒー缶、このまま開きますね。そしてこの状態でよく見ててください。まずコーヒー豆、そしてあ、なんか線があります。じゃあこの状態、一応線をじゃあ手伸ばしていただいて、つまんでもらって、はい、そのままこの辺で広げてみます。そうすると、とサインした線がコーヒーの中に瞬間移動します、ね、というわけでどうもありがとうございました、ね、あ、このままだとちょっとねあれなので、ここでちょっとライターで